こんにちは。今日は9月の6日、2017年、平成29年。私はニューヨークからビデオを撮ってます。このメガネ2つかけてますけど、ちょっと説明します。このメガネはお医者さんからの銅が入ったメガネなんですね。それで今月の2日にメガネ屋さんから電話があって、メガネができたから取りに来てくださいって、それで行ったんですけど、行ってその前でメガネをかけたんですね、メガネ屋さんで。そしたら真っ暗、右目が真っ暗で、左目はレンズが少し暗くて、そしてこう見回すとオレンジか黄色に見えます、この周り。そして右目は真っ赤って、こう見ても真っ赤じゃないんですけどね、この電気玉を見ると真っ赤で、レンズが暗いからもうここはもう見えないから、暗い、ここはブライトカラーだけど、とても明るいけど真っ暗、ほとんど少しわずかに見えるだけ、これ、びっくりしました。それでしばらく家に持って帰ってかけてみて、後で変わるでしょうと思って家にも持って帰りたいって言ったら、そしたら全部お金を払ってくださいと。それで私は300ドル現金払いました。こういうサングラスは銅が、お医者さんの銅が入ってもインシュランス、なんて言うんだろう、保険が効かないです。だから現金で買わないと。これだって2年半前に買って、やっぱり銅が入って、それこれが275ドルだから払ったんだから、今回は300ドル。だから外に行ったらこれは使えません、もう見えないんです。だから今まで通りここをこれで外をお散歩する時とか、このメガネで歩きます。それでレンズは私が注文してるんです。青いレンズで鏡みたいにしてくださいと。というのも私、太陽の明かりがとても眩しくて目が開けられないんです。それでそういうふうに作ってもらってます。私はところでニューヨークに来てもう44年半になりました。22歳半の若さで5ヶ月のビザで来ました。最初はもう英語が分からなくて、英語の勉強のために来たんですけど、来て間もなく2週間後に事件に巻き込まれちゃって、監禁状態みたいな形になって、5年間小さなプライベートの家の地下室に閉じ込められました。ギリシャ系の多い町アストリア、クイーンズでそういう事件がありましたけど、警察も一切関わらなかったです。それでまたここに来る前は東京の聖母病院の小児科病棟の補助看護師として3年間働いてました。その休みを取ってこっち来たんですけど、帰れなくなったんです。このギリシャ人が私のパスポートをちぎっちゃって、日本のパスポートとっても苦労しました。日本でも捜索願い出してくれなくて、
私は生まれたのは北海道札幌、あの朝鮮の戦争の時に生まれてますので、私のお父さんがアメリカの白人の軍人で、お母さん日本人のお母さん文雄さんは14、15歳で私を産んで、札幌のまだ雪の溶けてない道端のゴミ箱に捨てて去った文雄さん、だから私は北海道のカトリック系の修道所の経営するシスターのいるところの養護施設に17歳まで入ってました。とても虐待がひどいです。全然私も自分の年齢も知らなかったし、誕生日も知らない、17歳まで。シスターは教えてくれないです。口と閉めて、だから相談相手にもなってくれなかったです。ひどいとこです、養護施設っていうとこは。で、子供たちがあの時戦争の年頃の人がいっぱいいたので、黒人のハーフもいれば日本人とアメリカ人、黒人と日本人のハーフ、そういう子供たちがいっぱいいたんです、あの頃は。そして私にも妹がいることが分からなかったけど、1982年に戸籍謄本だか証拠を注文するときに、本籍の東京世田谷の市役所に取り寄せたんです。10ドル札入れて手数料10ドル払って、それで送ってくれたんです。その時に初めて私に妹がいると分かりました。同じお母さん文代さんから生まれてます。でも私たちのお父さんは違うし、妹の理恵さんのお父さんもアメリカの白人の軍人で、理恵さんも朝鮮の戦争の時に生まれて、彼女は65歳、私は67歳。そしてまた文代さんにはサンフランシスコ生まれ育ちの息子がいます、デイビッド。デイビッドも私たちの弟になるんですけど、今は彼は51歳で南サンフランシスコに住んでます。文代さんとデイビッドには私も理恵さんも会ったことがありません。理恵さんは横浜生まれ育ちで、生後40日目に文代さんが赤ちゃんの理恵さんを迎えに行かなくて、それでベビーセッター日本人の夫婦が里親みたいな形で理恵さんが結婚するまで育てたそうです。理恵さんが若い時は美容師で働いてて、あの働き始めて、それであのハーフだっていうことなのか、あのヘアサロンマガジンのモデルでもありました。理恵さんはもうそんな、可愛くないけどね、もうおばさんだから、20代ぐらいの写真とっても綺麗です、理恵さん。で、私理恵さんに会いに行ったんです。私が日本に行ったのが7月の3日から13日まで2009年、あの36年半ぶりに日本に帰りました。理恵さんに会うことができました。それから東京の聖母病院のアメリカ人のシスターバルバラさんがもうずっと働いてました。そのシスターバルバラと理恵さんが成田空港に迎えに来て、シスターバーバラが私に、あなたエミ、私の日本の名前エミ、エミさん、あ、エミさんって言わなかったかもしれない、クリスティーナって呼んだかもしれない、クリスティーナ、この方はあなたの妹のリエさんですよって日本語で話してくれましたけど、私は英語も話せますので、結局はシスターバーバラと私は英語で話してました。そしてリエさんに
ハグもしなかったですけど、拍手ぐらいしました。でも理恵さんは私を家に呼んではくれなかったんです。彼女の家は神奈川県の辻堂あたり、行ったことがないです。呼んでくれなかったです。で、私は横浜の戸塚のカトリック系の修道院に5日間泊めてもらいました。ゲストルームにシスターバルバラがアランジメントしてくれて、で5日間は東京の目白のホテルに、2つ違うホテルに泊まりました。日本は綺麗です。とても人が優しいです。日本に帰りたいです。私はここに来ても44年半です。結婚は一度もしたことないですけど、ギリシャ人の間に男の間に5年間の間に3人産んじゃって、そして4番目がアイルランド系アメリカ人、それから一番末の息子は韓国人です。お父さんがね。で、上から言いますけど、長男ジャン43歳、長女デビー41歳、次男ビリー今月の23日に40歳になります。この上の3人の子はお父さんがギリシャ人です。4番目はデイヴィッド37歳、三男デイヴィッド、それから四男マシュ30歳、韓国人のお父さんです。子供たちはお父さんのことは誰も知りません。で、私には孫が11人います。子供やら孫はみんなニューヨーク生まれなので、英語しか話せません。妹のリエさんはアメリカに来たことがないので、今でも日本語しか分かりません。弟のデイビッドはサンフランシスコ生まれなので英語だけです。電話では何度か話したことがあります、文夫さんがまだ生きてる時に。文夫さんも死にました、南サンフランシスコで2月の11日の2002年、南サンフランシスコで肺がんで亡くなりました。68歳でした。私の動画がクリスティナ・ホーガンと見ると85、6ビデオがありますので、 YouTube でぜひ見てください。そして日本に帰りたいです。日本にスポンサーがいれば私は日本に帰って住めるそうですけど、妹のリエさんも私と育ったことがないので全く他人のような感じだから、保証人はしてくれないと。だからいつ日本に帰れるか、夜になると泣くんです私、日本に帰りたいって。それじゃあ失礼いたします。ニューヨークからビデオ撮ってます。